教育・研究をサポートする充実の施設群。2017年3月、豊橋技術科学大学附属図書館はこれまでの概念とは大きく異なる新しい図書館として生まれ変わりました。図書館の1階マルチプラザはキャンパスの中央に様々な人々の交流とイノベーションの創出、技術者や研究者の育成の場となるように様々なエリアが設けられています。また図書館北側の外部パブリックスペースは人の流れを大切にした一体的な空間を生み出し、多文化共生グローバルキャンパスの核となるよう整備されています。福利施設棟には食堂や売店、書店などが完備。学生交流会館は食事をしたり歓談をしたりと、学生や教職員たちの憩いの場として利用されています。キャンパス内にはまるで公園のような芝生広場も。天気のいい日はテーブルでバーベキューも楽しめます。全国から集まる学生たちに対応し、本学ではキャンパス内に12棟775個全室個室の宿舎を設置。落ち着いた環境のもと学習・研究に打ち込むことができます。また開学40周年記念事業として建設した学生宿舎 TUT グローバルハウスは、日本人学生と留学生が生活を共にするシェアハウス型で、国内にいながら国際生活を体験できる環境を整えました。5人の個室のほか、共用部分であるリビング、ダイニング、キッチン、シャワールームを設け、生活を共にすることでグローバルな感覚を磨き、世界に通用する人間力などを培います。サークル活動も活発です。その一つが NHK 大学ロボットコンテスト、通称ロボコンで何度も全国優勝を経験しているロボコン同好会。豊橋技術科学大学の名を全国、そして世界へと知らしめています。他にも体育系、文化系ともに様々な団体を結成、仲間とともに充実したひとときを過ごしています。さらに大学祭や駅伝大会など、学生生活を彩るイベントや行事が1年を通じて行われます。